ワスプ・ワスプは、日本の自動車メーカー、イスズ自動車が1963年から1971年まで、製造、販売していた1トン積み小型トラックである。ワスプは1963年6月17日に、同時に発表された小型乗用車イスズベレットに似た、キャビンを持ち、従来の2トン積みボンネット型、トラックイスズエルフィンの弟分として、 マーケットリーダーであったダットサントラックや、日野、ブリスカ等をライバルとした。エンジンは、ベレットの廉価モデルと同じ 1325cc58 馬力のガソリンエンジンと、当時まだ小型化が難しく、消費費量が珍しかった 1764cc50 馬力のディーゼルエンジンであった。発売日は、 ベレットと同日の1963年11月20日である。ボンネットとフロントグリル周りや一部メカニズムをベレットに似せたのはベレットのスポーティイメージを利用しようというようなマーケティング的な考えからではなく単なるコストダウンが目的でセパレート車子独立式ながらコイルではなくトーションバースプリングを用いた前輪サスペンション。 固定車軸の後輪サスペンションなど構造的にもベレットとは別物である。椅子ズとしてはダットさんが独占していた小型トラック市場への参入を目指した意欲策であったがディーゼルエンジンもこのクラスでは騒音、振動、黒煙が敬遠されそれ以外の技術的特徴があったわけでもなく販売は伸びなかった。1972年に フローリアンをベースにしたファスターへとバトンタッチする。GM との提携を背景に、ファスターになってからは、台北輸出が、にわかに活発化する。バン型も同時に登場し、こちらは、イスズ・ベレット・エキスプレス版と呼ばれた。こちらは、フローリアン版が登場する1968年まで、生産された。ワスプとは、英語でチを意味する。ありがとうございます。